はい、じゃあ、おまけでございます。アパレル業界のね、闇ではなくって、アパレル業界の明るいところをちょっとだけお話ししようと思います。まあ、仮に私がね、アパレル業界で販売員をするとしたら、みたいな視線ですけども、やっぱりね、環境に配慮した素材を使っているのかどうかなってことに興味を持ったり、 ここの素材とこの素素材材とどう違うんだろうかっていうふうに、まあ、先輩とか上司に聞いてみたりとかすることによって手触りがだから違うんだとか見た目の光沢っていうのはこういうふうに出るんだとかね、まあ、そういうふうにそれから長く着られる質の高いそういった服とか素材っていうのはちゃんと熟知しておかなければお客様に説明できないかなと思うんですよ。 あの肌触りとか見た目とかカラーとか、ね、デザインとかっていうのもあるんですけどもあの全ての,そのアパレルってのいうのはね。でその素材の質が良ければ伸び縮みもするし形状記憶もあれば傷みやすかったり洗濯に向かなかったり手入れの方法も全く変わってくるわけなんですよですんでお客様に服を販売する際にはどのような手入れをすれば長く持つのかとかね どういういいい時に着るべきななのかかそしてしててはいけないこととかもお伝えできるるようになると思います例えば椅子の背もたれに服をバーンとかけるような習慣がある人っていると思いますけどもそれをやっぱりねしてしまうとどういうことになるかということをお伝えしていくこととかねあとソファーにコートなどを投げてねその上にやっぱ人が座ってしまうっていうこともありますんでそういうことをするとものすごく寿命が短くなったりとか汚れが落ちにくくなったりとかするよともう形状記憶がねやっぱりこうマイナスに働くわけなんですよね。で 高級素材っていうのは結局そういう扱いをしないんですよ例えば人からプレゼントされたものとか自分で買った時に5万10万したような、まあ、そういったブラウスっていうかねあのスーツとかっていうのをそんな扱いしないと思うんですよね、えー、もう大事にすると思うんですよまあでもどうでもいい人にもらったものとかねサンキュッパーで買ったシャツとかっていうのは割と存在に扱うんじゃないかなと思うんですよでそういったところもありますので販売した時に人がね 低価格だから安いからら安い買っったものってのては危険なんですよ逆に言うと高いから買ったものもの危険ですねだから買う理由が安いから買ったんだったらそれはちょっと気をつけた方がいいし高いから買ったっていうのも気をつけた方がいいんですよ。あくまでも素材品質がどうなのかなってことが理解できる人がその商品を買った時にその商品っていうのは自分の体の一部になって内臓とかねそれから肌とかね髪の毛みたいに日々大事にするようになるんですよ。まさにそのの服っていうのは 自分を包むものですから自分の価値を決めるっていいう要素がすすごく強いんですよねだから自分が着ているものを粗末にするのかそれとも大切にするのかで自分の着ているものの、うん、そのね素材の毛の一本一本を食い入るようにやっぱ触っていくのかそれとも本当に適当にやってしまうのかねちょっとした汚れも見逃さないのかそもそも汚れないように着てるかどうかってこと。これがだから結局人間の 生きて動く所作も決めていくのかなってところですよねで、必要最低限の服を買うようにすればあ衣替えっていうのもね非常に、えー、楽になりますしあの結局あの自分のねクローゼットを見た時にこの服3年着てないなと思ったら捨てれるかどうかってところも大事なんですよ多分3年着ないってことはもう、ね、10年着ないわけですよサイズがアウトしてるかもしれませんからねそういう風にやっぱこう商品開配を自分でできるかなってところも まあお客様にねそれとなくお伝えすることができればあの人に接客してもらうとものすごく気づきがあってなんか知んないけど家の中がすっきりしちゃったとかねいわゆる大げさな言い方すると顧客を育てることができるんですよねそうすると上質なお客さんっていうものは逃げなくなりますしアパレルにもっともっとお金をかけていこうと思うんですよで反比例して捨てる商品っていうのが極端に減るということになりますえ特にね二十歳を過ぎるとまあ体型変わりませんのでね 太ったたりり痩せすするわけですけでども同じ服をやっぱ着回しできるようにそれこそ何年も着れるようなね大切なメンテナンスの仕方っていうのを教わるのはどこかっていうと接客してその商品を預けたあなたなんじゃないかなってことなんですよねだから商品売ったら終わりじゃなくて買ってもらってからがお客様とのつながりのスタートですからねうんだからそういうことを大事にしていただいてあのお店で買った商品をね服を 来て来店されるような、そんなお客様がリピーターになるといいですねで。そういう人を作るために接客をしているというふうに思えばいいんじゃないかなと思います。じゃあおまけは以上です。いってらっしゃい。